妖怪メダル種類が増えてだいぶカラフルになりました。これが銀フレーム、必殺技、レジェンド、大吉、Z、古典メダル。種類がだいぶ増えてきたので、今回使用ルールなどをチェックします。まず大きさですが、メダルを重ねてみると、大きさは同じですね。メダルの裏はだいたい似てますが、古典メダルだけ漢字で、妖銭と書かれてます。この妖怪ウォッチに対応しているのはこの4種。銀フレーム、必殺技、大吉、レジェンド。タイプ0式に対応しているのは、Z、古典、大吉です。3DS、妖怪ウォッチ1に対応しているのは、銀フレーム、必殺技、レジェンド、大吉です。3DS、妖怪ウォッチ2に対応しているのは、全部のメダルです。Please subscribe.